カラベラス軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州のゴールドカントリーに位置する軍である。カラベラスという名前はスペイン語の頭蓋骨を意味している。スペインの探検家ガブリエル・モラガが発見したインディアンの意外によって名付けたと伝えられている。2000年国勢調査での人口は4万554人だったが、 2010年では45,578人と12.4%増加した。軍庁所在地はサンアンドレアスである。エンジェルスキャンプが軍内唯一の法人化都市である。カラベラス巨木州立公園はジャイアントセコイアの木を保存しており、修道5号線沿いアノルドの町の東数マイルにある。テルルカ菌の鉱物カラベライトが1861年に 軍内で発見されており、軍名にちなんで名付けられた。マーク・トウェインはその小説、カラベラス軍の祝福された飛びワ津の舞台を、カラベラス軍に設定した。毎年軍内で開催される、軍祭りとジャンピングフロッグ祝祭では、カワ津のジャンプコンテストを行い、トウェインの小説との関わりを祝している。軍内で1969年までに絶滅が危惧されていた。 カリフォルニア赤、アシカワズが2003年に再発見された。カラベラス軍はカリフォルニア州が州に昇格した1850年に設立された軍の一つである。軍域の一部は1854年にアマドール軍に、1864年にアルパイン軍に活上された。スペイン語のカラベラスは頭蓋骨を意味している。軍名は カラベラス川から取られた。スペインの探検家、ガブリエル・モラガがこの川の岸で多くのインディアンの頭蓋骨を発見した時に川を名付けたと言われている。マラガはこのインディアンたちが飢饉で死んだか、狩場や釣り場に関する部族間の争いで殺されたかだと考えた。実際には、スペインの選挙手段に対抗して結束し、立ち上がった後、スペイン兵に殺された。 ミウク族インディアンの死骸だった。スタニスラウス川は1830年代にサンノゼ伝道所から逃亡した海岸、ミウク族のエスタニスラオにちなんで名付けられている。エスタニスラオは原始的な武器を持って小集団の戦士と共に立ち上がり、スペインが攻撃した時は丘陵部に隠れていたとされている。ミウク族はスペイン軍の火力によって急速にその数を減らした。 作家のマーク・トウェインは長年この軍で著作活動を行った。その地形には美しい景色、うねる丘陵及び巨大な渓谷がある。またその人に優しい地域社会や農業管理と建設設計などの事業でも知られている。マーサー洞窟など多くの洞窟があり、国中の観光客を呼ぶ観光地になっている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は1037平方マイルであり、この内陸地は1020平方マイル、水域は17平方マイルで、水域率は1.62%である。カリフォルニア州森林部は、軍の面積を66万3000エーカーとしているが、正確な数字は66万3477.949エーカーである。軍内には、多くの洞窟がある。 カリフォルニア洞窟、カラベラス巨木州立公園の巨大な木株カラベラス、交通がエンジェルスキャンプ、サンアンドレアスなど、軍内の地域社会をつなぐバス便を運行している。軍艦の便は、トゥオルミ軍のコロンビア、アマドール軍のジャクソン及びサンホアキン軍のローダイトをつないでいる。カラベラス軍空港は、サンアンドレアスの南東に位置する一般用途空港である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カラベラス軍の主要な雇用主には次のものがある。従業員数250から499人、従業員数100から249人アメリカ、合衆国会議員の選挙ではカリフォルニア州第3選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会会議員の選挙では第25選挙区、 カリフォルニア州議会上院議員の選挙では第一選挙区に入っており2010年時点では全て共和党議員が務めていたカラベラス軍はアメリカ合衆国大統領を呼び連邦議会選挙で共和党寄りの結果を出してきた大統領選挙で民主党が多数を取ったのは1964年のリンドン B ・ジョンソンが最後だったただし 1992年のビル・クリントンはわずか17票差で、敗れた。対照的に近年の選挙では、民主党病が急激な増加傾向にあるが、2012年以降は、不明である。カラベラス軍は5人の委員からなる、管理委員会によって統治されている。ありがとうございます。